方針のセンター DJ 浦崎奈央です。野村舞子です。数学 2B を見ていきましょうか。はい。数学2の分野の筆頭問題が2題、数学 B の分野の選択問題3題中から2題選択の合計4題となっています。はい。第1問は去年と同じ、括弧1が三角関数の問題、括弧2が対数関数を含む不等式の問題でした。お。第2問の微積分の問題は、今年は注文が2つになり、括弧2の方では積分の定義の理解を問われる目新しい問題でした。第3問は前半で考えた等差数列と等比数列の和を使って、後半に新たに定義された数列の一般項を誘導に従って求める問題でした。はい。第4問は去年に引き続き平面ベクトルの問題で、分点の1ベクトルやベクトルの大きさが等しい時の内積を求める問題でした。はい。第5問は例年通り確率分布の問題が出題されました。なるほど。今年は数学 2B 全ての大問で答えを選択肢から選ぶ問題が出題されました。はい。こちらが数学 2B の全体概観になっております。なるほど。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。はい。今日はセンター試験2日目です、ね、2日目ですね。寒い中本当にお疲れ様でした。自己採点などもこれからねあると思うんですが、はい、今日はぜひゆっくり休んでください。はい。この後まだ次第入試だとか二次試験がある方もいらっしゃると思うんですが、ぜひ頑張ってください。頑張ってください。はい。もしこの後センター試験の自己採点が終わったら、東進のセンター試験合否判定システムを活用してみてください。合否判定システム。そう、これはね国公立大や私立大のセンター利用入試だけじゃなくって、私立大の一般入試の判定もできちゃうすごいシステムなんです。すごい。でしょ。ぜひこれを活用して志望校の判定をしてみてください。